こんばんは。金曜日ですね。金曜日ですね。溶けてないか、だって。溶けてないです。普通なこと言ったけど、溶けてないです。大丈夫です。まあでもやっぱ外は暑いよね。まあそりゃ当たり前なんですけど。歩いたら暑いなーってすごいやっぱ感じるよね。まあ当たり前なんですけどね。こんばんは。まあでもなんとかやってますせ、なんとかやってますせ。私もこんばんは。なんとかやってますせ。暑いよ、ばんちゃん。暑いよね。わかるよ。それもちろんわかるんですけど。結構ね、でも私も暑さ対策グッズっていうのを結構集めてて。まあ、ハンディファンをね、買ったの皆さん、まあ知ってる方もいるかもしれないんですけど、私結構前に1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月前ぐらいに買ったんですよ、ハンディファンを。そう、まあそれもいいし、であとはそれでしょ。でまあ汗拭き、まあ汗拭きシートはまあ常に結構持ってるから、まあそれもあの涼しいものにしてでしょ。であとなんかね、タオルなんですけど、そのマイナス何度の感じるタオルみたいな、タオルっていうかそれもあのあれなんです、汗拭きシートの仲間みたいな感じで、携帯用のあのタオル、ま、タオルっていうか なんて言うんだろう、そのまあタオルなんですよ。そう、あの5個ぐらいセットで入ってて、そう、そのタオルとマイナスに感じるタオルみたいなタオルと、あとはシュッシュってやったら冷たくなる、体にシュッシュってやったら冷たくなるミストみたいなやつ買って、この間公演中とかもあの暑くて合間にこうパッパッパッってやったら、あ結構ひんやりして、あこれいいなって思って、それとか結構意外とあの対策グッズ的なもの買ってますね、意外と。こんばんは。そうなん、スプレー、あのひんやりするスプレーなんです。それをあの体にどこでも全然大丈夫なんですけど、やったらそこがそっからすごいひんやりしてくるみたいなやつなんですけど。そう、それも結構良かったから、良かったです。こんばんは。おすすめ、おすすめ、でもさ対策グッズで一時やっぱちょっとひんやり感じるものの、やっぱずっと何かしら動いてたりしたらずっと涼しいわけじゃないから、やっぱ暑いは暑くなるじゃないですか。例えばこうずっと歩いてたりしたら暑いし、対策グッズを使ったとて
暑いから、暑いのは暑いから、やっぱね一番の対策はね、あのあれかな、やっぱ汗拭きシートを動かない、もう運動後の、例えばね、じゃあ歩かないといけないってなって、例えばじゃあ仕事場まで歩かないといけないで、仕事場に着いた時の汗拭きシート、あのクールタイプの、それが一番効くと思います。でその後めっちゃ寒くなってくるから、そうかな。そう、結局動いてる時はね、動いてるうちは暑いんで、でもやっぱクールタイプの汗拭きシートはめちゃめちゃ涼しいよね。結構冷たくなるよね。結構すずめさんはじめまして、こんばんは。そう、汗拭きシートやっぱいいよね。こんばんはかな。そんな感じですね。首に巻くタイプの、あーあれね、あるね、あるね、よく見ますね、あれ首に巻くやつだよね。なんか首に巻くやつ結構見るね、確かに。でもなんかね、首に巻くやつは買っても使うかなって思っちゃうんだよね。そうだからね、まだ買ったことはないですね、そのつけるやつ。たまに冷房が弱い場所があるのが辛いです。あー、わかる。ちょっと もやってしてるとこでしょ、もわってしてるところでしょ。こんばんは。そうね、そうね、確かに髪の毛短くしたのはかなり楽になりましたわ、本当に。結構もう多分30センチ上下ぐらいは切ったんですけど、全然違うね、やっぱ本当に。歩いてる時でさえ違います、本当に。いいねって思ってる、本当にいいよ。髪短いの、お、こんばんは、はじめましての方ありがとう。いや、いいんですよ、いいんですよ、本当に。ちなみに今日、私今日髪の毛何もしてないんだけど、結構いけてない？あんまボサボサじゃないでしょ？今日実は何もしてないんですよ。ちょっとだから跳ねてるけど。でも今日は外跳ねにあんまなってない。これでも後ろちょっとなってるけど。あのね、最近あのドライヤーするときに、あのどうしても癖でね、外跳ねになっちゃうんですよ。あの朝起きたら。初めてオンラインお話し会、お楽しみです。お、17日かな。え、嬉しい。最後だから、最後にぜひ話しましょう。ありがとう。
そうなのそうなの、髪が跳ねるからドライヤーするときに櫛でこう丸くカーブをねこうつけるように最近してて、そうまあやっぱなかなかね癖づくのって多分時間かかると思う、癖づくのか分かんないけど、まあでもしないよりした方がいいかなって思って、普通に乾かすよりかはちゃんと櫛を使ってねウィーンってうちにしたらいいかなって、まあそのやった時はウィーンってうちに入るから、まあ朝起きたらな外跳ねになってるんですけど、まあでも なんとなく効果出てるんじゃないかなって思うから、まあちょっと継続しかなって感じですかね。サイモです、お嬉しい、ありがとう。いやそうなんですよ、17サインもあるし、サインとツーショット最後あるからね、嬉しいな。17で最後ですよ、お話し会あっという間だったな、このシングルもね。ちょっとランキングします。そう、5月分のやつが先月できてなかったんで、5月6月分のやつを今日一緒にやっちゃいます。初見です、アワマツー、ありがとう。6月からなんですけど、こんばんは。あっさりとバサリと、まあそうですね、うん、確かにもう切る直前ぐらいになったら、もう切りたくてしょうがなくなっちゃって、もう早く切りたい早く切りたいと思ってたから、意外とあっさりいきました。こんばんは。じゃあ6月の方から、あ6月じゃない、5月分の七並べランキングの5月分の方からいきます。じゃあ5月の、第65回の推しメンイベントですね。第65回の分の100位から発表します。100位ゴーストさん、99位ニックさん、98位スマホさん、97位シンくんたん、96位ゆうきゅうさん、95位ともかずさん、94位こじやすさん、93位ゆうじさんかな、これゆうじさん、92位この新しいあさにさん、91位ぽちろうさん、90位ひろっちさん、89位あやかぱんぱんさん、88位しょうさん、87位かずいさん、86位デフォルトさん、85位クロさん、84位あやぱんがかわいいさん、83位グリオさん、82位みつさん、81位シーマさん、80位旅人アットマークあやぱみんさん、ありがとうございます。79位あーさん、78位くんさん、77位ヒョムさん、76位 ST ゆうかさん、75位メールくん、74位アダムダンさん、73位クリキントンさん、72位ひろふみさん、71位りょうさん、70位みなみさん、69位あっちゃん、68位だいだいやっとマークミランチョさん、67位上田スポーツさん、66位カズポンさん、65位りゅうきけんさん、
64位カタンシカアヤカさん、63位ユータンさん、62位リータンさん、61位、ハイドさん、60位オサムアットマーク、6月6オフ会さん、ありがとうございます。皆さんありがとう。60位までいった、59位宮都志さん、58位しゅうちゃん、57位完全無課金プレイヤーさん、56位ゆうアットマークデータさん、55位りょたさん、54位うたちゃん、53位うにさん、52位三連覇さん、51位ちかのさん、50位ゼルビスさん、49位ソアラさん、48位福田パンさん、47位まことくん2さん、46位ランディさん、45位あやかのパンチャンガーさん、44位クジラちゃん、43位コチさん、42位マツくんさん、41位奇跡の左足アトマークユリブさん、40位はじめさん、39位ミキミキさん、38位スギアンさん、ありがとうございます。イエーイ。で、38位までの発表をいたしましたので、37位、私のラッキーナンバー37位から上位の皆さんの発表をしたいと思います。6月にする予定だったから、今回は傘です。でーん、ということで37位のラッキー37位、ラッキー37位、37位はあきぽんさんでした。すごくない？いや結構ね、いつも37位だよね。このバランス取れるのすごい。ありがとうございます。37位の、36位まことくん、35位猫パンチさん、34位フルーツタルトさん、33位スリルさん、32位モルダーさん、31位あやパンダフルさん、30位どこどこさん、29位カフェオレ星人さん、ありがとうございます。お、はーい、あ、ありがとう。すごいよね。いや、そう、なんか狙ってるって言ってたから、いやすごいなと思って、ありがとうございます。イエーイ。みんないる？ありがとうございます。はい、次は28位からですね。28位こぎつね37さん、27位七並べなみえいとくん、26位山猫坊主さん、25位イケピスさん、24位一中高橋城主にゃんきちさん、23位さゆっちょさん、22位王さんさん、21位クロポンさん、20位グランドスラムさん、ありがとうございます。イエイ。あー、傘だよ傘。ありがとう。19位でん、19位かすけさん、18位ドラゴンリングインさん、17位さとぴさん、16位あやりんさん、15位あすかさん、14位たなべちさん、13位ハートブレイカーさん、12位かずっちやとまかやぱみんさん、11位やとまかやぱみんさんです。ありがとうございます。
なんかこういうこういうなんかお菓子なかったっけ。ありがとう。わたあめ。わたあめ。じゃあ10位からの発表です。10位、よしまなさん、ありがとうございます。皆さん拍手をお願いします。9位、オールモストゴールドさん、ありがとうございます。8位、リカさん、ありがとうございます。7位、炎上さん、ありがとうございます。6位、ともにーさん、ありがとうございます。5位、せいじゃとマックカレーパンさん、カレーパンさん、ありがとうございます。4位、ライゾさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。スクショ OK。 OK。 では第3位ですね。第3位はでん、ゆういちさんです。ありがとうございます。見てとミニサイズの傘、ありがとう。皆さん拍手をお願いします。3、ありがとうございます。続いて第2位はでん、やすべさんです。ありがとうございます。ありがとう。お、いいねいいね。あの拍手拍手が皆さんすごい素晴らしいです。じゃあ第1位の発表です。第1位、でん、あーちゃんでした。ありがとうございます。第1位です。まあいつものごとくって感じですけど、ありがとうございます。1位、いや強え、いや強えのよ、本当に本当に強えのよ。ありがとう。1位、いや本当にね、どんくらい、もう結構本当に何連覇ってぐらいね、ほんとずっとありがとうございます。嬉しいね。はい、5月分の表彰台で、皆さんこのトップ3の皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。わー、ありがとうございました。ということで、これが、5月分の七並べランキングでした。ということで続いて先月分の6月分のやつですね。6月分の ランキング発表をしたいと思います。第66回、100位、よしさん、99位、旅人アットマークあやばみんさん、
98位テチテチアトマークハツパラさん、97位リュウキケンさん、96位グリオさん、95位ミツさん、94位コジヤスさん、93位クリキントンさん、92位、びっくりマーク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 さん、91位ゴーストさん、90位 N ケンさん、89位ニルナリヤクナリ二宮和也さん、88位ポジローさん、87位アーさん、86位、3期加入までは無課金さん、85位まさきさん、84位あやかパンパンさん、83位、サラ平らに千点さん、82位ちかのさん、81位ひろっちさん、80位ねえねえうつみんさん、ありがとうございます。パチ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 、79位シーマさん、78位ヒョムさん、77位ユウキュウさん、76位あやぱんがかわいいさん、75位ひろふみさん、74位ケンザキ主任さん、73位上田スポーツさん、72位 ST ユウカさん。あ、このアイコンかわいい。71位ヘギオさん、70位のとのっとじまへぐらさん、69位まことくんつーさん、68位みやといさん、67位にっくさん、66位かずいさん、65位よじわんさん、64位かたんしかあやかさん、63位あっちゃん、62位かりおかさん、61位しゅうちゃん、60位かつぽんさん、ありがとうございます。あーなんか落ちた、ありがとうございます。じゃあ次59位からは、59位ゆうたんさん、58位だいだいアットマークミランチュさん、57位おさまアットマーク9月オフ会さん、56位くんさん、55位三連覇さん、54位 D たんさん、53位森林さん、52位ユーアットマークデータさん、51位ポコチさん、50位この新しいアサニさん、49位ウタちゃん、48位ゼロビスさん、47位アモさん、46位コマさん、45位クジラちゃん、44位ウニさん、43位パンちゃんファイトさん、ありがとう。42位メイルくん、41位まことくんさん、40位みきみきさん、39位奇跡の左足アットマークゆりぶさん、38位ビチュー高橋城主にゃんきちさん、ということでありがとうございます。38位までの皆さんの発表でした。では続いて37位からの発表に参りたいと思います。これは7月分なのでうちわです。今回はうちわです。じゃあいきますよ。37位、あら、これまたあきぽんさんです。おめでとうございます。すごくない？37位狙ってるね。ありがとうございます。狙うっていうのはなかなかやっぱ難しいことなんだよね、きっと。ありがとうございます。パン食べてね。じゃあ続いて36位ランディさん、35位アヤパンダフルさん、34位デフォルトアットマークカジパミンさん、33位モルダーさん、32位フルーツタルトさん、31位スリルさん、30位七並び難民エイトくん、29位小狐37さん、ということでありがとうございます。では、あーうちわだー、
ありがとう。え、これ本当のうちは作れそうじゃない？ありがとうございます。続いて、28位マツくんさん、27位どこどこさん、26位はじめさん、25位すぎやんさん、24位ようさんさん、23位さゆっちょさん、22位カフェオレ星人さん、21位山猫坊主さん、20位クロポンさん、ありがとうございます。あざーす、あざーす、こんばんは、ありがとう。くう、ありがとう。OK。 次は19位かすけさん、18位イケピスさん、17位アスカさん、16位ドラゴンリングインさん、15位アヤリンさん、14位サトピさん、13位タノメッチさん、12位カズッチャトマーカーエパミンさん、11位がハートブレイカーさんでした。イエー、ありがとうございます。自分は狙ってないけどどっちも23位。お、すごい。でもなんかね、結構だいたいその辺にいつもいるなって感じがするから、その結構上位の方とか結構かぶってる人多いんじゃないかなって思うんですけど、ありがとう。ね、そう、毎回同じぐらいの順位になってるんじゃないかなってこう見てる感じ、そう思ってて、ね、そうなんだよね。次は10位です。10位でアットマークあやぱみんさん、ありがとうございます。皆さんも盛大な拍手をお願いいたします。9位炎上さん、ありがとうございます。8位ともにーさん、ありがとうございます。7位セイジアットマークカレーパンさん、ありがとうございます。6位ドグラスさん、ありがとうございます。5位オールモストゴールドさん、ありがとうございます。あ、ノーノーノー、オールモストゴールドさん、ありがとうございます。して4位がライゾさんでした。ありがとうございます。皆さん拍手ありがとう。ハート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 、ありがとうございます、ありがとうございます。京都風、ありがとう。京都風に言ってみた、ちょっと違うかもしれないけど、ありがとうございます。とすえ、では次トップ3ですね。第3位でん、グランドスラムさん、ありがとうございます。イエイ。あら、水色の涼しげな内輪に変わりましたよ。ありがとう。
ありがとうございます。次2位はでーん、やすべさんです。あ、これなんか結構反射してるね。やすべさんありがとう。お、先ほどに続きまして第2位ですね。ありがとうございます。すごいよね本当に。ありがとうございます。トゥー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 。では第1位の発表です。まあ皆さん分かりますよね。でーん、ということで第1位はあーちゃんでした。もうあれですね、もう鉄板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 って言うんだっけこういうの。本当はね、ありがとね、いつも。もうすばらしいです。本当にすざまじくて素晴らしい、すざまじくて素晴らしい、もうスーパーウルトラ人ですねスーパーウルトラ人だと思います。ありがとね。イエーイ。ということで、表彰台バーン。こちら6月分の3位の皆さんです。皆さん拍手をお願いいたします。イエーイ。打ち上が3つある。涼しいわ、とても。ありがとうございます。あー、ありがとうございました。もうね、本当に皆さんがあれしていただいてね、たくさんゲームしていただいてね、すごい、いつもこのランキング書いてるときすごい嬉しいなって思うし、すごい、いつもすごいなって思ってます本当に。毎度毎度ね、ありがとうございます。ということで終わります。ランキングありがとうございました。ありがとう配信、うん、ありがとう配信だね本当に。
かゆ。耳にかけるかかけないか問題はじめまして、ユッキーかな。はじめまして、ありがとうございます。こんばんは。今日ゼリーの日やけど、あやぽんが好きなゼリー、好きなゼリーを、また初見の方ありがとうございます。ゼリーか、ゼリー、ゼリーに味あるっけ味あるかゼリー味あるか、ゼリー、そうだな。でもあのコロナの時に、あのね、こんにゃくゼリーをね、そう、愛子ちゃんがこんにゃくゼリーくれたんですよ。でその時にめっちゃ久しぶりにそのこんにゃくゼリーというものを食べたんです。めっちゃ美味しくてこんにゃくゼリーってこんなに美味しかったっけってなってなって、そう、あのそれはね桃味だったんですけど、こんにゃくゼリー美味しいよね。こんにゃくゼリー好きで、で、まあ、こんにゃくゼリーかな、ゼリーの中だったら。でなんか給食に出てたゼリーが好きでしたね私。なんか真ん中がシャリシャリしてるやつ、あれなんか美味しかったなって記憶があります。あ、そうだよ、子供やお年寄りは詰まらせやすいので、注意のこんにゃくゼリー、なんか一時期なんか問題になってたよね。千引き屋のゼリーは超美味しい。そうなの、美味しそう、もう美味しい。ゼリーってさ、ゼリーって凍らした方がいいの、もしかして。そう思ったら、今思ったら、でも凍らしたことないけど、その給食に出てたやつはそう半解凍で、真ん中だけシャリシャリちょっと凍ってたんです。凍ってるまではいかないけど、シャリシャリ系のなんが真ん中にあって、めっちゃ美味しかったね。あれは真ん中、あの外側は普通のあれなんです、ゼリーで。時々出てた記憶があります。こんにゃくゼリーは夏は冷蔵庫に常備してる。あー、冷蔵庫に入れるのか。私そのまま食べたわ。常温で置いてた。確かに冷蔵庫入れたら美味しそう。プリンも半解凍が美味しいで、だってプリン凍らせるの。でもプリンはプリンが美味しそう。プリンはそのままが美味しそう。まあ凍らしてもまずくはならないと思うけど、プリンはプリンじゃない、やっぱ。バナナ凍らしてた。バナナは凍らしたことあるよ。結構美味しいよね、バナナ。こんばんは。
ジェラートになる。へえ。あ、でもそれを聞いたら美味しそうかも。プリンジェラートってことでしょ。あー、でもなんかそれはいいかもしれない。いや、いいかもいいかも。うん、プリンアイスみたいな感じか。あーでもなんかちょっと気になるな。まあ大体凍らしたらアイスみたいになるもんね。まあそういうことですよね。だからアイスみたいになるっていう感じか。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。皆さん、プリンアイス、プリンアイスってでもあんまり見ないような気がするけどね。今音鳴った。もうなくなっちゃった。夏休みの課題でプリンアイスに挑戦しよう。なんだその課題は。プリンアイスに挑戦。あ、だからこの夏の期間に一回やってみようかな。じゃあプリンを冷凍庫に入れてみるっていう。この夏にね。こんばんは。こんばんは。僕もやってみようかな。いいじゃん、やってみようよ、やってみようよ。うん、そうしよう。逆にアイスをプリンにできひんの。どういうこと？アイスをプリンにするってどういうこと？無理でしょ、無理でしょ。だって溶けちゃうやん、アイスは。アイスは溶けちゃうんやから、無理でしょそれは、と思いますけど、どうですか。あ、だからちょっとさ、プリンとかさ、そういうのってさ、凍らしたらさ、アイスにはならないじゃん。あの、アイスにはならない。ちょっと食感違うなっていう、だからかもしれないね。逆に考えたらアイスをプリンにすることはできないから、まあそういうことですよね。こんばんは。そう、あ、これね、新しいビューラーなんですけど、あのね、これ私がずっと探してたビューラーなんです。これね、ずっと探してたの。これあの前にね、これりねちゃんに教えてもらったビューラーで、もうね、本当に
ずっと探してたの。もうどこにも売ってなくて、ついにこの前見つけたんです。こちらのピューラーを見つけたんですよ。そうなの。だから使ってます。これはね、もうね、結構ね、見つけた時ね、衝撃だった。なんかいつもパッケージが似てるやつはよくあって、その度におってちょっと期待して、あ、やっぱり違ったっていうパターンが今までずっとあって、まあまた今回も違うんだろうなって思ってみたら、あ、本当にこれだったから、え、そんなことあるの、わーってなって、自分で一人で、心の中でそう、あの心の中で唱えた、それを。なんということでしょう。そういう時ってなんか嬉しいよね。まあそういう場面にさ、自分がなった時ってさ、なにってなるよね。嬉しい。そんなレアなもんなの。うん、多分レア。これ多分結構一番人気のビューラー界の中では多分一番人気の多分やつで、あ、わかんないです、違うかもしれないわかんない、ちょっと勝手に言っちゃったかもしれないけど、お、はじめまして。うん、ああ、ホープさん、あーであってたか、わかんない。ガーオさん、リョーコさん、ありがとうございます、見に来てくれて。他とどう違うの。うん、他との違いはわかりません。でもね、うん、なんかいいと思ういいと思う、多分いいってことはいいんだよ。なんか使ってるだけでさ、なんか、あ、いいかもって思っちゃうんだよね。そう、聞いてほしい。私さ、こないだ初めてね、初めてですよ、人生で初めて、あの自動ドア、あの反応しなかったんだよね。あの私もここは、あの、そう、あの閉ざされてるって思っちゃって、そう、あのね、すっごい恥ずかしかったの、本当に。あのね、そのドアの前に行くじゃん、で、え、開かないって思うじゃん。そしたらさ、後ろからなんか来た人、普通にあの後ろから来た人が前に来たら開いて、その人普通に通りすがって行ったので、あの恥ずかしいじゃん、そんなったら恥ずかしいじゃん。え、開いてない、え、開いてない、恥ずか、わかる、恥ずかしかったのよ。だから私ね、あの、え、私ここ行きませんけどみたいな感じで普通に違うとこ行ったそのまま、いや、あかん、あのセンサーが反応しなくて、あの、そう、そこにあの立ち止まってたってなったら恥ずかしいじゃん。だから、いや、私ここ別にここドア取りたかったわけじゃないんだよねっていう感じで、そう、あの
違うところから行きました。え、別に私ここ行きませんけどみたいな感じで、なんで開くねんって思ったっけ。私、え、私ここ目の前にいるのにえって思った瞬間、間からその人が来て、え、違いますけどね、違いますけどねって思って、全然違いますけどねって感じで、あれ恥ずかしい、本当にやめてよ自動ドアさんよ、もうやめて。だってさね、自動ドアってさ、自動ドア自動なんでしょ、じゃあ開けてよっ走って行って扉じゃない方のガラスにぶち当たった人目の前で、わー大丈夫、その人大丈夫だったのかな、難しいねそれ。え、でもさ、たまにちょっとドキドキするさことないですか。あ、なんかあの壁と柱みたいなちょっと狭いさあるじゃん、道とか、あの例えばショッピングモールとかでさ、壁と柱のあのちょっと狭い隙間みたいなところをあの通れるか通れないか問題みたいな自分で考えるんですよ。これもしかしたらなんか白いアクリル板みたいなやつがあるかもしれないって思いながら、あのそこを通るのが楽しいっていう、まあ大体ないけどね。でもさ、なんか稀にその狭いその柱とその壁の狭い間だったらさ、ある時あるじゃん、その白いさあ、そうそう、なんかエレベーターの近くとか、まあなんかそんなそれぐらいとか、その辺、そうそう、あの一か八か、まあまあないだろうけど、白いその透明のねアクリル板、まあないだろうけどあるかもしれないっていう、そのちょっとしたこのドキドキ感とそうを感じながら、そこの狭い隙間を通るっていうのがすごい楽しいっていうファンタジーだね。そうなの、そうだから結構ね、そこ通っちゃう私はそう、一瞬のスリルをね、あの味わいたくて、うん、一瞬のスリル、そうなのそうなの。え、ていうかさ、あの五等分の花嫁の映画始まる、今日からだっけ、今日からやってるよね、今日からだよね、多分やってるよね、見たい、見たいよ、勤労テレビで同じのやる、あ、そういうことか、先行上映、テレビでやるってこと、ココリコ坂、え、見たい見たい見たい、あ、今日ですか、もしかして金曜ロードショー、
見たよ。また私五等分の花嫁絶対見に行く。見たい。先行上映ってことは期間が短いってことなのかな。映画館に見に行きたいな。私ね、こないだね、あの五等分の花嫁のあの映画をね、そう見たんですね。すごいさ、ちょっと遅れてのにはなったんですけれども、そうこの間ね、あのこの間レッスンのね合間時間がそう2時間ぐらいあったんですよ。でそうで、あの、まあ、一回家に帰るっていう手段もあったんですけど、ちょっとね見ちゃおうってことで、その合間時間にちょっと見たりしてて、こんばんは。面白かった、面白かったよ。だから映画も絶対に見に行く。そう、まあでも絶対にとは言い切れないな。結局マリスーパーマリオも見てなくって、見たいなって思ってたけど、そうスーパーマリオ、こんばんは。ニノかわいい、かわいい。映画一人で行くね。私映画誰かと行ったことないかも。私本当に一人、結構本当一人だね映画行くの。映画をファッと見に行ってファッと帰るのが好きなんですよ。しんちゃんの映画、しんちゃんの映画いいよね。しんちゃんも大好き。しんちゃんも見たいな。いや私はそう、私はみくちゃんが好きなんだけど、いやでもね、そうみんないいよね。いやそうなんだよ。こんばんは。ちょっとね、夏になったらいっぱい映画館行って見に行きたいなって思いますね。すごいなんか足がめちゃ痒い。じゃあ皆さん今日はそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読みますね。13位高優さん、ありがとうございます。12位田辺さん、ありがとうございます。11位あゆに D さん、ありがとうございます。10位うにさん、ありがとうございます。9位りかさん、ありがとうございます。8位ラブリー48さん、ありがとうございます。7位マツくんさん、ありがとうございます。6位ズグラスさん、ありがとうございます。5位小狐37さん、ありがとうございます。4位ミキミキさん、ありがとうございます。3位お金持ち先生、ありがとうございます。2位タナベッチさん、ありがとうございます。1位は
トゥ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 。炎上さんでした。ありがとうございます。ありがとね1位皆さんギフトもありがとうございました。そうだね、確かにこまめな水分補給を忘れずにしましょう。確かに確かに。じゃあまたね、バイバーイ。